はい、こんにちは。パーソナリティの稲嶺です。ウェブラボ、ネット集客は自分でできるの時間です。ウェブラボはネット集客20年の専門家パーソナリティと、ネットサーフィン大好きなアシュさんと2人が、小さな会社、小さなお店に役立つウェブマーケティングのことを分かりやすく楽しく紹介する番組です。佐藤さん、今日もよろしくお願いします。はい、お願いします。ね、今日もかなり冷え込んで、寒いですね。ね、10度切るかなみたいなね、そんな寒さなんですけど、うん、風邪とか大丈夫、はい、佐藤さん。あ、はい、大丈夫です。うん、なんかね、寒いなだからちょっと、嬉しいですけどね。うん、まあね、いろいろね、着込んだりとかね。はい、うん、うちもね、なんかお風呂、はい、うん、一応湯船があるので、はい、もうほとんど使わないんだけども、こんな寒くなった時に、たまに使ってるけど、もう昨日はね、さすがに湯船使ってゆっくりね、私も、はい、好きでお風呂が、うんうん、浸かるの、はい、結構夏でも冬でも関係なく浸かるんですけど、あ、そうなんだ、なるほどね、入浴剤集めるのが、あ、いいよね、そう、お母さんとハマってて、なるほどなるほど、うちの娘もね確か集めてて、うん、僕どっちかというとシャワー派なんだけども、うん、こういう寒い日は、うん、でもね結構ねそういった香りするとねいいよね、なんかね、そうそう、リラックスできるなと思って、うんうん、まあね、あったまってね風邪ひかないようにといろいろやってますけども、はい、はい、うん、ということで今日1曲、あ、そうですね、今日のね1曲目は、はい、マドンナの、マテリアルガールを紹介したいなと思ってます。多分ね、はい、マドンナはまだかけてなかったかなと思ってね、でマドンナもねヒット曲たくさんあるんだけども、すごい多分この曲はみんな知ってるかなと思ってね、うんうん、佐藤さんがわかるかはわかんないけども。あ、でも、うん、うちの母がすごいマドンナ好きで、うん、なんかちっちゃい頃よく DVD っていうかその、CD とか、そうそう、めっちゃかけてて、うんうんうん、なんか久々におおって思いました、うん。いいよね、マドンナ。ね、じゃあ今日はかけていきます。はい、はい、お願いします。マテリアルガールってさ、うんうん、どういう意味だと思う？僕は知らなかったわけ。今調べてみたら、はい、なんだろう、なんか、うん、なんだろう、元気はつらつなみたいな。あ、一応近いんだけどさ、なんか曲の感じがそんな感じだから、元気はつらつと近いけど、はい、なんかね調べたらお金とかそういったところに趣を置く。お金が全てじゃないけど、はいはいはい、そういう意味なんだ、うん、そういう意味みたいね、あれ、そういえばどういう意味だったかなと思って、ね、確かに調べてなかったんだけど、めっちゃ綺麗、はい、たくましいな。たくましいですね。もうそのまま題名にバーンってきて、だからね、ロマンスよりお金や物を重視する女性って言った。現実主義みたいな。まあ一応大事ではあるけど。なんかアメリカの人って感じだね。そうですよね。
はい、マドンナの、マテリアルガールでした。で、今ね、ちょっと、はい、曲聴いてる間に調べてみて、はい、佐藤さんともね、話したんだけども、このマテリアルガールってどういう意味なのか、っていうところで、はいはい、調べたら、愛情とかよりも、うん、物とかお金を重視する女性ということで、はい、ね、もうなんかアメリカらしいというか。ね、なんか、あの、プロモーションビデオ見てたんですけど、うん、流しながら、なんかね、最後結末ね、うん、なんかちょっと面白かったです、ね。実はそうじゃないかもみたいな。なるほどね。面白かったです、うん。そんなね、元気なマドンナの曲を紹介しました。はい、さてさて、はい、行きましょうか。じゃあトークテーマ、はい、お願いします、うん。で、今日のね、トークテーマは、はい、ウェブラボらしいというか、ちょっとウェブラボに、あの、ちょっと寄った、テーマにしたいなと思って、ね、放置されたホームページのリスクとは、ということで、うん、放置されたホームページ、はいはいはい、というテーマなんですけど、あの、放置されたって言ったら、佐藤さん的にはなんかどんなイメージある、うん、ウェブサイト、うん、よくある、うん、よくあるっていうかよく見つけるのは、うん、更新、例えば、うん、何で変わったかなって思ったその、うん、放置されたなって思う時は、うんうん、なんかそのコメントとかそのお知らせがお知らせもうめっちゃ前の年数で止まってる。なるほど。例えばじゃあ、今2024年入ったけども、2015年とか。なるほどね。これは、更新ないのかなとか。うん、なるね。はい、うんうん。まあそういった古い情報がまだ載ってるっていうのを見ると、なんか放置されてるな、みたいな。そうそう、そこで止まってたりとか。うんうんうん、なるほどね。うん、まあそんなイメージね。確かね、それは僕もね、僕もそう思ってて。大体ね、あの、皆さん、いろいろ聞くと、はい、あの、なんか、ホームページ放置してませんとか言ったら、あ、うん、実は、更新ちょっと、あのね、あの、忘れて、とかね、忙しくて、みたいな、っていうところなんだけども、はいはいはい、実は、あの、このね、放置されてるホームページ、で、僕ね、年末、ちょっといろいろ調べてたんだけども、はいはい、うん、県内にどれくらいあるかな、ということで、ちょっと数ね、メモったのが、ちょっと忘れてしまって、あの、はい、何社かな、200社くらい調べて、で、その中の、まあ、放置されてるホームページって何パーセントくらいかな、とかね、いろいろ件数とか調べたんだけども、もう半分以上はあって、はい、意外と多くてびっくりなんだけども、うん、まあ、2年以上、あの、更新されてないページ、ね、ちょっとリサーチして、まあ、何々業、何々業とかね、はい、うん。あの、FM 技能は大丈夫だよね。大丈夫、最近更新しました。そういうね、うちもどうかっていうとね、はい、まあ、頻繁に、毎日は更新はしてないけども、うんうん、なんかイベントあるたびに更新はしてて、はい、うん、まあそんなにね、あの、更新してない方ではないかなと思うんだけども、うん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 、で、まあうちの取引先は、まあ、そこそこやってるかなと思うんだけども、うん、意外とね、こう、更新しないホームページが多くて、はい、うん、ここもね、いろいろこう、なんていうかな、啓蒙活動じゃないんだけども、うん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 、案内してね、更新してほしいなって思いつつ、はい、でも、話してもね、あの、なんていうのかな、別にいいじゃないみたいなところは実際現場ではあって、うんうん、で、これ、結局できてないとか。うん、できてない。で、まあ、例え話をね、この時やるんだけども、例えばね、はい、あの、佐藤さんなんか、あの、歯の治療とか行ってる？虫歯とか。ああ、あの、うん、定期的に。行きました、行きました。定期的には。は行ってない。行ってない。うんうん、ね、あの、まあ、僕もね、最近ちょっと定期的には行かなくなっちゃって忙しくて、うん、極力毎月行くようにしてた時期もあったんだけども、歯の治療とかやるときに、うん、結局ね、痛みが出たときに、そう、ね、歯医者行くじゃない。はい、もうほとんどそうだと思う、はい。僕もそうだったし。うん。でも、痛みがない時に、歯を定期的に、チェックした方がいいよって言っても、うん、なかなかね、やらないのが人間の心理というかね。うんうん、痛くなった、あって言っちゃうんだけども。はい、うん。で、この時に、歯をね、例えば、虫歯が原因で認知症になりやすいですよとかね。あっていう、今データは実際出てるみたいで、はい、いろいろね、はい、うん。っていう話をすると、うん、あ、ちょっと行った方がいいかなとかね。うん。っていう気持ちになるじゃない。なるなるなる、うんうん。あんな形で、実はね、ホームページ更新してないお客さんとかね、はい、いた時には話するんだけども、更新しないと、うん、更新したらもっと売り上げ上がりますよとか言ってもね、なかなかやらないんだけども、うん、逆な言い方で、更新しないとこんなリスクありますよっていう話をするわけ。あ、さっきの歯の治療みたいな感じで。はいはいはい、歯だと言うと、日常になりますよみたいな、はい。可能性高くなりますよ。はいはい。で、ホームページ更新しないとこんなリスクありますよっていう話をするんだけども、はい、やばいって思いますね。そう。やばいと思わさないと、やらないんで、うん。で、そのね、やばいって思うリスクって、実はね、二、うん、つあって、うん。うん。で、まあ、それをね、ちょっと話しようかなと思ってるんだけども、佐藤さんは、二つあるって聞いたら、リスクって何だと思う？更新しないでほっぽらかしした場合って。した場合は、まず、うん。うん。何でもいいよ、もう。思ったこと適当に言うだけで、全然。なんか、うん、私が、
もしそのホームページで食わしたら、うんうん、なんかなんだろう、ちょっと行くのためらうかも、もしその店に、うん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 、あ、いいねいいね、調べてて、うんうん、何個か候補ある中で、うん、ちゃんとなんかホームページがやられてないと、はい、うんうん、候補からちょっと外れちゃうかもしれないですね。なるほどね。っていうと、じゃああれか、お客さん、まあ、新規客とか、はい、お客さんがお店に行くか行かないか。そうそう、行ったことないお店だったら、うんうん、多分外れちゃうのと。あ、うんうん。それあるね。うん、うん、うん。やっぱり、ちゃんと、なんか営業してて、うんうんうん、まあ、営業してると思うんですけど、うんうんうん、なんかちょっともっと詳しく見れるところ、うんうん、安心して行きたいから、そうだよね。うん。この辺ってね、なんかイメージダウンっていうかね、そう。ね、なっちゃうよね。なんか、もしかして営業時間とかも、うんうん、変わってるかもしれないです。うんうん、あまり古いと。うん、うん、だよね。っていう不安もあるかも。うん、オッケーオッケー。これね、その二つあるうちの一つが、佐藤さんが言ってる、今のこと。なるほど。うんうん、要は、これはまあ営業的な、はい、うん、まあ集客っていうところの面で、うんうんうん、まあ、リスクがありますというか、イメージダウンしますよ、みたいな話するんだけども、二、はいはいはい、つあるうちの一つが、今佐藤さんが言ったこと、うん、もう本当にビンゴで。あ、なるほど。まさしくそれなんだ。うん、で、まあ一応ね、特に飲食店とかは、はい、まあ、まあ、500円とかね、まあ、ちょっと1000円以下の安いところだったら、そんなリスクないので、うん、ってなるんだけども、結構ね、金額が高かったり、はい、高級なレストランとか、うんうん、飲食とか、はい、まあ、お店だったりとか行くときは、やっぱりね、ネットで調べて、うんうん、まあ、SNS も見たり、もちろん本当なんだけど、ホームページもあったら見たりとかするときに、はい、するするする、ホームページに、まあ、2000、まあ、ね、4、5年ぐらい前、に更新されて、それからね、はい、更新されてなかったら、このお店あるかなみたいなね。そうですよね。ねなっちゃう。うんうん、あ、ちょっと、ハテナみたいな。ね、絶対そうなっちゃうよね。うん。でそういうこと思うんで、はい、やっぱりね、こう、営業面、こう、集客面で言うと、うん、今、ホームページ更新してなかったら、うん、やっぱり悪い影響というかね。うん、安心感がありますね。なんかその、うん、まあ、何でも更新されてると、うん、止まってたらちょっと。うん、ね。どうしちゃったんだろうみたいな。って思うよね、うんうん。うん。やっぱりね、止まってないと、メンテナンスされてない。はい。で、後回しされてる。うん。で、逆に言うと適当かもとか。そうそう。うん、ってなると、じゃあ、実際お店行ったら、そういった接客とか商品も、もしかしたらおろすとかに適当かなとかね。うん、うん。そういった関連性につながっちゃうので、うん、やっぱりね、なんか、なんていうかな、あまりいい影響は。ないですね。ない。で、逆、まあ、リスクありますよ、っていうことね、はい。集客面で、っていうところで、うんうんうん、やっぱり僕は話するんで、うん、今言った佐藤さんのは、もう本当にビンゴだし。ね、うん、感じるので、日頃、うんうん、結構多いと思いますね。うん、これ多いね、うん。で、もう一個ね、二つあるうちのもう一個なんだけども、はい、うん、佐藤さんもう一個あるとしたら何だと思う？もう一個あるとしたら、うんうんうん、放置されてるから、うん、乗っ取りないのかな、うん、さっきのね、集客とか売り上げとはまた全然ちょっと別なところ。うん。ログインできなくなるとか。うん。いや、それではちょっと違うね。あ、じゃあちょっと答え違うもんね。はい。うん。で、答えはね、求人とか採用。はいはい、求人とか採用、うんうん。採用に影響が出てくる。へー、うんうん。で、最近ね、まあ新聞とかニュースメディアでも出てるんだけども、はい。まあ今日の新報なんかでは、倒産件数とかね、増えててとかで、人手不足とか、はい、うん。人材がいないとかね。よく聞きますね、うん。っていうのがあって、もうちょっと店畳んでとかね、M&A とかね、まあ売却したりとか、そういったのもね、出たりとか、やっぱり多いんで、はい、やっぱりね、今人材不足、人手不足してるんだけども、うんうんうん、で、その時にね、やっぱりまあ、広告とかは出すけども、はい。いろんな、ハローワークさんとか、いろんな求人媒体に出すけども、はい、人手不足で。はい。うん。で、その時に、やっぱりこうね、求職者の方って、はい、絶対、自分が働く場所のホームページって、絶対探すと思うわけ。見ます、ね。見ない人は多分いないかなっていうぐらいね。うん。うん、絶対僕は見て確認すると思う。うんうんうん。で、その時に、さっきと似た感じで、情報が古かったりとか。ああ、確かに。ね、更新されてないのがあったら、この会社あるのかなとかね。うん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 。適当かなとかね。そうですよね、うんうん。不安になっちゃう。不安になると思う。うん。なんかあまりにも古すぎると。そう、うん。で、求人広告も出してるのに、はい、来てねってね、一生懸命アピールして、うん、ね、その広告とか、いろんなものね、ハローワークとか出て、はい、うん、こういった人募集してます、急募です、来てくださいとかね、一生懸命アピールしてるのに、ウェブサイトに調べて、まあ僕ら指名検索っていう言い方するんだけども、会社名とかお店の名前とか、
まあ僕だったら会社名でオービック稲峰とかね、ああいった形で検索されるの多いんだけども、はい、うん、まあそういった形で検索して、うんうんうん、でウェブサイトにポンって飛んできた時に、うん、そのホームページがそのね求職者来てくださいって言ってるのに、この人が見たい情報とかがなかったり情報が古かったりしたら、うん、あれってなるんで、なりますね、うん、確かに、うん、ってなると、うんうんうん、ね、お客その人って対象からね、多分この会社がね、外される可能性が。そうですよね、うん。まず、応募する前に、調べたりとか。うん、ね。うん。佐藤さんも、なんかいろいろ就職した時って、どんな感じで、やっぱりネットも調べたりとか。調べましたね。うんうんうん、なんかその会社のことを知るって、まず、うん、なんかまあ、面接とか、なんかまあ、大切じゃないですか。うんうんうん、だからその情報を得るために、SNS とか、その、ホームページは必ず多分チェックする。ね、もう最初の入り口の段階でね。はい。うん、で、まあ、まあ、求職者説明会とか、いろいろね、合同企業説明会とかあって、で、そこに行って、ね、そのね、担当の方と直接会って話聞くっていうのはもちろん大事。だけども、はいはい、やっぱりね、行く前とかにね、ネットで調べたりとか、まあ、その行ったとこに行った後、もう一回確認するときに、はい、ね、もう一回調べ直すとかね、まあ、パンフレットも見るけども、そういったね、そのパンフレットのない情報とかね、はい、普段どうしてるのかなって言ったときにね。リアルで更新されてるものとか、なかなかね、パンフレット載ってない可能性もありますからね。ね、そういったのもやっぱり見て、まあ、もちろんね、SNS も見るんだけども、普段の活動とか。やっぱりね、ウェブサイトの方で、そこがね、結構適当にされてたら、あとデザインも、なんていうかな、まあ、デザインそんなに、テカテカにする必要はないけども、小綺麗に綺麗に、ね、もう10年ぐらい前のスマホも対応してないウェブサイトみたいなものの、ままだと、あれみたいな。確かに。うんうん。ちょっと。ね、それね、結構実はね、まだね、スマホ対応してないサイトって、はい、こう調べてみたら、はい、あったわけ、まだ。対応してないってことはめっちゃ文字がちっちゃく見えるってことですか、パソコンで。パソコン文字がちっちゃくなって広げてみるみたいな。はい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 。うんうん、へぇ、ピンチしたりとかしてね。でも多いかも。確かに、うん、意外とね、多くて、特に製造業なんかね、多かった。あ、意外と、うん。やっぱじゃあ、現場出てる人たちは。うん、そうだね。うん、ですよね、うんうん。飲食とかね、そういったところは大丈夫だったんだけども、小売関係は、そんなに、スマホ対応はされてたんだけども、はいはい、建築建設の、まあ、なんていうのかな、元請けじゃないところ、うんうんうん、元請けはね、例えば、まあ、マンション売ったりとか、戸建て売ったりとかするところは、直接お客さんとね、関わりあるから、はい、スマホ対応とかもちろんしてるんだけども、はい、工事関係とか、はい、電気工事してるとかね、うん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 、そういったところも、やっぱりね、求人、求募とかやってるわけ、人で、人欲しいですみたいな形はやってるけども、見たらスマホ対応してなくて、文字がちっちゃくて、ありますね、うん、確かに確かに、うん、だからああいったね感じすると、うん、多分見てる方もあれみたいな、うん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 、ちょっと遅れてる会社かなとかね、ああいったね、なんかちょっとプラスイメージは多分ならないと思うんだよね。まあどっちみちプラスないですよね、うん、更新された、うん、更新されてない、うん、プラスは別にないのかな、ないと思う。うん、なんか、ちょくちょくチェックして、上げていくとか、更新していくっていうのは大切ですね。うんうん、大切、ね、うん。だから、そういったね、まあ、紹介されてお客さんのところに行ったりとか、コンサルで行ったりとか、はい、いろんな形でお客さんのところに行って、ホームページが更新されてないとか言ったら、もしかしたら、人材不足とか、営業面で苦戦してたら、はい、ホームページが、イメージダウンしてるからかもしれないですよ、みたいな言い方すると、はい、刺さって、うんうんうん、あ、ちょっと頑張って更新しないといけないですね、うんうんうん、みたいな話になってくる。でも言われたら、なるほどって、うん、多分逆の立場だったら、なると思うんですよ。ね、ホームページ見る側だったら。うんうん、だからね、僕もそういった意味でアドバイスするときに、はい、うん、いいこと、まあ、売上が上がるとか、集客増えますよっていう言い方ももちろんやるんだけども、はい、お客さんが痛みっていうかね、なんか、うんうんうん、あ、これじゃまずいみたいなね、うんうんうん。やっぱり人間得することよりも損することが、やっぱりね、優先されるんで、そこを、考えて、はい、話しするようにしたら、お客さん響くっていうのが、あ、なるほど。ね、やってきたら分かってきたので、はいはい、そういったことを、あまり言いすぎるとちょっとね、きつい言葉になってとね、うん、何言ってんだこの人みたいなね。初対面でみたいな、はい、ってなるので、はい、言葉を選びながら、はい、できるだけ柔らかく、やった方がいいですよ、みたいな、うん。っていうところをね、言うようにしてるんだけども。ね、もったいないですよね。うんうん、確かに。ホームページせっかくあるんだから、うんうん、更新しないと、ね、うん。で、お金もかからないしね。うん
うん、更新することって、はい、うんうん、そうそうそう、お金もかからんしね、広告とかでね、広告費いくらみたいなのもないし、はい、うん、なんか最近私も、うん、なんかね、前のあの別の時にの収録で、うん、なんかノーコードとか、うんうん、あ、はい、僕もその、うんうん、その聞いた時に、うん、そういうことをライブしてる人がいて、ノーコードとはとか、うんうんうん、あの、なるほどこれだ言ってたことは、うんうんうん、とか思って、なるほどね、で、うん、自分のホームページ、あの、うんうん、FM ギターのホームページもいじってみたんですよ。うんうん、いじって、いいね、この項目を追加とか、うんうん、自分でやってみて、おー、すごい、これめっちゃ大変やん。最初はね、最初はね、大変だけどもね。ちょっと、あ、触ってみたの偉いね、でもね。そう、触って、なんかいじってみたりとか、うんうん、ちょっとやってみて、うんうん、ちょっと楽しいもあるし、やっぱ更新するとなんか、ニューみたいな感じで、うん、ね、つくよもね。出るので、なんか嬉しいな、みたいな、うんうん。これね、やっぱりあの、まあ、毎日やる必要はないけども、うんうんうん、定期的に、週1とか、そうそうそう、まあ、月2回とかね、うんうんうん、で、やっていくと、すごい、なんていうのかな、まあ、定着するし、うん、見てる方も、定期的にやってた方が、一時期たくさんやって、しばらく開くよりかは、はい、定期的に月1回とか月2回とかをやっていった方が、なんか誠実な会社だなっていうか、ちゃんとなんかやってるなみたいなイメージが。思います。なんかブログとかも書いてるとこあるじゃないですか、うんうん、スタッフブログみたいな。あれも、なんか結構私参考にして見ることあるんですけど、うんうん、あれもいいね、いいね。まあ大変でしょうけど、ね、うんうん、いいなとか思いつつ。うん、まあね、そんな、うん、あ、そうですね、大事なところに繋がってくるので、はい、ぜひね、ホームページ、あの、放置しないで、欲しいなと思ってネタにしました、今日のテーマ、トークテーマでですね。でも本当に、調べる側が多いので、私も基本、うんうんうん、あった方が嬉しいです、うん、更新。そうですね。ぜひね、このラジオを聞いてる小さな会社、はい、小さなお店の方は、ホームページ持ってたら、更新してほしいなと思います。はい。はい。本日もお時間が。ね、お時間になりましたね。はい。はい、じゃあ、今日のお相手は、オービックの稲峰と、FM ギターの佐藤真奈でした。はい。ではまた来週。はい、また来週。